美咲さん、この映画を見たことがありますか？はい、見たことがありますよ。この映画を見たことがあります。 means I have seen this movie before. Verb ta, form, and ことがあります。 expresses one's experience. Verb ta form is used to express that the action was already done in the past. ことがある、ことがあります。Expresses that the action is held as experience. So, it literally means, I have an event, that I saw this movie. Negative form is made just like the other verbs. この映画を見たことがありません。Let's compare to regular past tense.ことがある、ことがあります。Can't be used with words specifying time, because it doesn't express the action held at the specific time. Therefore, 私は先週、この映画を見たことがあります。is incorrect. The correct use is 私は先週、この映画を見ました。私は東京ディズニーランドへ行ったことがあります。私は東京ディズニーランドへ行ったことがあります。和食を作ったことがありますか？和食を作ったことがありますか？私はアルバイトをしたことがありません。私はアルバイトをしたことがありません。お好み焼きを作ったことがありますか？この歌を聴いたことがありますか？はい、いい歌ですよね。じゃあ、この歌のミュージックビデオ見たことがありますか？ジュディさんはこの先生の授業を取ったことがありますか？はい、あります。厳しいけど、面白い先生ですよ。駅前のケーキ屋さんに行ったことがありますか？はい、あります。中に小さい喫茶店があるのを知っていますか？いいえ。あそこのパスタ、とっても美味しいですよ。じゃあ、これから食べに行きませんか？いいですね。そうしましょう。取る。興味がある。探す。時給。家庭教師のアルバイトをしたことがありますか？はい。中学生に英語と数学を教えたことがあります。マギーさんはしたことがありますか？いいえ、したことがありません。今、探しています。家庭教師のアルバイトは時給がいいから人気がありますよね。はい。私の国でも家庭教師のアルバイトは時給がいいから人気があります。
あなたはアルバイトをしたことがありますか？どんなアルバイトをしたことがありますか？日本食を作ったことがありますか？美味しかったですか？外国に旅行したことがありますか？誰と行きましたか？